にゃにゃん、どうも、こんにちは。シュン TV 新のシュンです。シュン TV 新のラジオトーク、イェーイ。第61回、パート61、2020年5月の18日です。ということでですね、今日のラジオトーク、何を話そうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、ここらでまた、投稿予定の方をね、話そうかなと思います。投稿予定話すのは、このラジオトークでは5回目かな ?6 回目かな、まあそんな感じなんですけど、話していけたらいいなと思います。一応5月の後半の予定ですね。お知らせしようかなと思います。まず、ポケモンソードシリーズ、ポケットモンスターソードシリーズは、少しずつですけどね、投稿していってます。今現在で、一応ね、こちらのなんか、前と予定の紙では44まで撮ってますね。うん。で、あとですね、あつ森シリーズがですね、あつ森がパーと今のとこ113まで撮ってるんですよね。まあ、この日時点なんですけどね、18日時点で113パートまで撮ってます。で、またね、ちょっとね、パート113のみ、先出しになってますのでね、もしよかったらもう、早く見てほしいやつはちょっと、前出ししてますのでね、まあ、もしよかったら113見ていただけると嬉しいなと思います。買いましたね。で、青鬼シリーズもね、まあ、ポケモンソードシリーズと並行みたいな感じでやっていけたらいいなと思います。多分、投稿頻度的には、まあ、青鬼シリーズはちょっとね、遅いかもしれません。で、フリーゲームシリーズは、まあ、3日間のうち2本ぐらいかな、のペースで投稿していってます。もしよかったら、3日間のうち、まあ1日っていう時もあるだろうし、もしかしたら、まあ3日間とも他のゲームになる時もあります。で、今のラジオトークの方は、日曜休みでね、やっていこうかなと思います。で、またね、まあ、次、ババッと、だって、多分この動画出るのは、6月2日だと思うんですよね、YouTube 上で。うん。で、まあ、リアルタイムで、見たい、聞きたいって方は、ファンクの方でね、やってますので、よろしくお願いしますってことでね。なんか、投稿予定ですね。投稿予定言ったね。投稿予定言いましたよね。ってことで、今回のラジオトークは、こんな感じで終わりたいと思います。もうラジオトークを61ですよってことでね。パート100が聞かせてきたねってことで、ありがとうございました。